今回リベンジマッチという、おー、ついに来た、ジ・アルフィーのメンバーの3番ですね、はい、こちらをお互い持って1枚選んでこう伏せて出します、はい、1万円です。これすごいよ、ジ・アルフィー、うわー、くっそ、これだよやっぱりお前が俺を生き返らせてくれるんだよ、ジ・アルフィーよよジ・アルフィーよでかい、これはでかいぞ、あーもう追い込んだ、途中まで水素回ってたのにね見てこの感じしなかったの、なんで変えちゃったの、なるほどね、あの通りだったのにひよった最後に残念でしたこれは一個来たんじゃない、このグッと奥村さんの心に、うん、いやもう追い込んだからね、あと1回は、あと1回ですよね、完全追い込んだ、いやこれは、うわ、マジで前回のやつから見てくださいマジで前回のやつ見てこれ見てほしい、そうだね、うわこれまずここからむずいな、マジで GRB さんにも許可もらって出しましょうこれ確かにそんくらいの面白いゲームですよこれ、俺ね多分ずっと人生ついてきたんですよ、うん、だから、うん、もうこうやってやりますわ、なるほどね、なんで別にサッカー崎高見沢とかそういう概念じゃなくいきますわ、これはいい、なるほど、はい、もうはい、いきます、西村新地、これ人生ずっとついてきたんでこんな暗いとこにいたことはないですかっけ、そう言い切れる人生かっけ僕先にセットよろしいですか、セット興奮しちゃった興奮しちゃった興奮しちゃった目を見たらセットで笑ってたヒーローだよな、やっぱりニックンは、そうですね通るよ、ダークヒーローだからさサッカーせーの、ジ・アルフィーイエーイおもしれー、おもしろくさせるねさすがダークヒーロー俺テンパっちゃってもう一緒に見えちゃっただって今喜んでたもんねよっおお色味がねちょっと色味が、ね、ラストラストだね最終決戦くっそ倒してマジで最高の日だよ7月7日に戦えるなんて確かに最高の日どうすんの次は選ぶの いえ握りしめて一番上にあったやつにします読んでもいいんですけどね怖いもんね怖いもんねその今までのものが全部崩れるもんね読んで外すときってその積み上げたロジックが全部崩れるってことだトランプのあのタワーもさあるじゃんピラミッドみたいなトランプタワー一番積み上げてって一番最後のところでやっぱ崩れたらさ一番ショックだもんねだからでしょあの運になんか任せ始めただからだよね出会ったことのない正義のデカさ見てますよ西村
しうき た, 西村真嗣の字はジアルビの字。なるほど。そしてあなたはジエンドの字来ました。決まったね。いいですか、セットします。おお、セットいった。西村さんも変えられない。変えられない。ここだけ訂正するわ。さっき積み上げたトランプタワーを俺が最後にちょんってつついて崩すんだって言ったけど、はい、俺は俺がつついたって分かるようなことすらもしない。それを積み上げてるテーブルを誰にも分かんないようにちょんって蹴って崩す、そういうタイプ。セットうわぁ、お前最後に意味分かんなかったから無視したよ俺俺分かんなかったから最後だけちょっと弱くカルセンいいっすか。うわ決まった、セット正義。うわ正義が勝つとこ見せます。正義対悪あ悪なんだヒーロー VS ダークヒーロー。こいつは、はい、頼む。よし、来い。せーの、GRP! イエーイ。うわー、やったやっぱついてきたんだ、人生。いや人生一回も失敗してないんですよ。勝った勝った高見沢。高見沢で締めましたね。この物語の始まりであり終わりです。西村真嗣が選んでくれました。うわー、高見沢さんが味方についた。4連敗そんなことよりもうキャラとかじゃない。マジかよ。ここからもう奥村さんです。やったー、1万円ゲット。おめでとう。え、これほんまにいいんすか。いや、ほんとやろ。おめでとう。いやお疲れ様でした。そんなことよりな、これなんかしたか。これ、なんもわ、俺ちょっとこれすごいわ、うん、嬉しい。俺カルビさんが結局勝つかなと思ったけれど、勝ったね、最後は最後高見沢さんポン。いや面白いもの見させてもらいました。ダメだ、まあ、その欲を刈り取られたね。最後高見沢で殺したい、最後はまた高見沢っていうのを俺側が求めた、はい、なるほど。だから多分出した時は違うカードだった。でも俺がこうセットって言った時にバーン。高見沢に勝ったの顔が。ワーン。一体誰だったら勝てるんだ。大原行こう。ダンビラムーチョ大原。確かに。まあそうか。大原で一回勝ち癖つけて。ということで、はい。私カルビの負けでした。ラグレクランの YouTube チャンネル。すいません。コットンです。ちょっと。過去引きずっちゃってる。それラグレクランはあなたが勝ったとき。負けたときはコットン。コットンも YouTube チャンネルやってるんで、はい、そちら登録してる方、僕たちの方もお願いいたします。お願いします。僕たちの方の方もぜひ、コットンの方もよろしくお願いいたします。ということで、チャンネル登録、グッドボタン、お願いします。お願いします。ありがとうございました。コットンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。